1年に台風が何度も通過して、ポハンとウルルンド間の船ですが、社長の信仰が大きいです。牧者を愛することも優れていて、信仰も大きいし、信じて信頼して愛することが優れています。ですから父が全てにおいて守ってくださるのです。できないこともできて、できることはもっとできて、私はポハンからウルルンドに行って、またウルルンドからドクドに行く旅客船を運航する平常海運の代表、パクソギョンと申します。地震から守られました。普段週末はソウルに来て、ソウルで業務を行って、火曜日にはキンヘで、水木はポハンで業務をしています。その日は水曜日なのに、父なる神様が守ってくださったようです。ソウルに急用があって、ポハンに行けずにソウルで仕事をしていました。경북포항의지진은경주지진과경주지진에이어서역대2번째로강력했습니다.좀이따이제직원들한테연락이와서하는얘기가시바라크시대사인から연락が来ましたが、에어컨이倒れて建物自体が揺れているから飛び出して外で待っているとのことでした。肉眼でも地盤が揺れているのが見えたので、みんなとても驚いたようです。会社があるところはターミナルの中なので、乗客が使う空間には赤外ボードのパネルが倒れて落ちたり、進入路を見ると上にガラスで作った雨に濡れないように立てておいた板がありますが、そういうものが倒れていました。感謝なことに、ひどいところはとても深刻だったのに、うちの事務室の財産には全く被害がなかったのです。父なる神様が守ってくださったと感じられました。そのように11月に大きい地震があった後に余震は続きましたが、その強度も回数も減りながらだんだん忘れていきました。そのうち2月11日にマグニチュード 4.6 の地震が起きました。この時はポアンがもう一度大騒ぎになりました。今日경북포항でマグニチュード 4.6 の強い余震が発生して、市民たちが緊急退避しました。ポハン市は非常勤務対策に入り、1週間に15回の地震が起きたのです。ほぼ1日に2回起きるのです。一度経験したじゃないですか。地震が起きるから社員の心にもっと恐怖が押し寄せてくるのです。社員とみんなで食事をしていたのですが、突然手を止めて互いに目を合わせながらキョロキョロするのです。私がどうしたんですかと聞くと、地震が
起きましたと言うから、おかしいな、私は感じられないのにと、ネットで調べてみたら小さい地震があったそうです。そして考えてみると、ドーンと音が遠くからとても小さく聞こえて、近くに工事現場があるのかなと思うほどでしたが、その方々は食事をやめて、汗ばんだ手をズボンに拭くのでした。とてもかわいそうで、同会長先生が帰ってこられたら祈りを受けようと思っていました。またうちの会社は2月から一番忙しい時期が始まるので、 2,3 月がお客様を集めるのに活発な時期です。それでポハンがこんなに危ないところなんだと思われてしまうと、あ、今年はウルルンドに行かないで他のところに旅行しようと思うかもしれません。それで同会長先生に祈りをお願いしようと思った部分もありました。それで2月18日先生が来られた時、祈りをお願いしました。ポハンも地震が起きると人々が不安で、余震がずっとあるから不安で、船に乗るのを怖がるし、怖がると祈りを依頼したので祈りました。またポハンにいる方もいるし、ポハンの司教会、ポハンに住んでいる方、またウルルンドに住んでいる方もそうですね。ですからこの時間、一度私たち一緒に祈りましょう。父なる神様、この時間親しく安守して、地震の根本の原因を父が収めてください。それから地震がピタッと止まったのです。後で記録を探してみると、祈りを受けてから3週間は地震が全くなかったし、その後2回軽い地震があったとの記録がありました。社員に聞いてみたらあまり感じなかったそうです。それでも私はおかしいな、父なる神様が働いてくだされば完全に守ってくださるはずなのに、なぜこうなったんだろうと思って、イヒジン先生に尋ねました。先生がこれは地盤自体が不安で、もともとは地震が起きる状態なのに、同会長先生が祈ってくださると父なる神様が握っておられるのを見せてくださるのだと言われました。私はポアンの代表する人でもないし、私は同会長先生にお願いしたのは、営業に混乱がないように、また社員の心が安らかになるようにでしたためでした。今は地震が安定していて、私たちが営業するのに支障がないし、本当に心に抱いてくださるのが感じられます。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。イエスは起き上がって船を風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。去年5月の連休にあったことです。5月3日と振り替休日まで5日間の長い連休がある週だったので、とてもたくさんの乗客がウルルンドに渡りました。そんな中、5月6日土曜日の朝早くになって、その時から天気が急に悪くなりました。連休が終わるから、島から出なければならない時期なのに、当時の予報によると6日7日とも運航が不可能なようでした。それで5月6日午前5時に出航予定だった船が、1000人ぐらいの乗客がいっぱいの状態で出航できないまま、ターミナルで行き来しながら午前11時までずっと待機していました。同会長先生に祈りをお願いしようと連絡しました。その日はちょうど先生が高校生部をゲッセマネの祈りの家に招待された日でした。交通が大混乱しないように助けてくださり、島に閉じ込められないように速やかに波が低くなって船を通常運航できるようにお助けください。先生がその日11時ごろに祈ってくださいました。で、祈ってくださいましたとのメールをもらって20分ぐらい経ちましたが、会社から連絡があったのです。波が急に低くなって船が出航したとの知らせでした。
大きい船は波が 3.5 メートルより高くなれば運航できないし、小さい船は3メートル以上になれば運航できません。私が祈りを受けた当時の波の高さは 3.8 メートルから4メートルでした。そんな波が祈りを受けて20分経って 3.4 メートルになり、大きい船が出航したのです。もう20分経ったら、これは私が別に祈りをお願いしなかったんですが、2.8 メートルまで下がって、独島行きの小さい船も運航したのです。先生に後で申し上げたら、私がウルルン島と独島まで運航できるように祈ってあげたのと言われました。先生の祈りで3日間、土曜日と日曜日の2日間は船が出せなかったのに、月曜日まで3日間、ウルルン島からポアンに行った乗客数まで含めると5000人で、他の乗客まで合わせると1万ぐらいが島に閉じ込められるところを先生が祈ってくださり、日常生活に復帰できるようになりました。私は5年目、旅客船事業をしていますが、波の高さが 3.5 メートルを超えれば、波浪注意報が出ます。そんな高い波が午前にあって運航できなかったのに、午後運航できるようになるケースはありません。でも先生が祈ってくださって、あっという間に波が静かになるから、驚きました、本当に。聖書にある主が波と風を沈められた場面を直接見ているのですから、とても感動的でした。夏のキャンプを一週前にして、台風29号が南から北上して、キャンプする8月最初の週に朝鮮半島に上陸するとのニュースがありました。台風は日曜日には済州島まで上陸する予定です。方向を西側にすると、2016年の台風、さらに西側になると2002年の台風の経路が似てきます。キャンプの前の週の木曜日に、道会長先生がキャンプファイヤーのリハーサルのために教会に来られましたが、その時秘書室で台風29号の資料を作って、道会長先生に祈りをお願いするようにと言いました。先生が祈ってくださった後、その日の夕方すぐニュースが出ましたが、朝鮮半島に上陸予定だった台風29号が進路を右に変えて、朝鮮半島と日本列島の間にある朝鮮海峡を通る予定だということです。それを見て、これではいけないのに、もっと方向を変えなければと思いました。なぜなら、この海峡を通って台風が移動すれば、キャンプする無事は台風の影響を受けませんが、会社があるところには台風の影響を受けるので船が出なくなります。それで次の日に農会長先生のところに行って、状況を説明して祈りをお願いしました。営業に支障がないように心に抱いてくださいと。次の日のニュースで、台風29号が北上していたら経路を変え、そこからもう一度100キロも朝鮮半島から右に退いて、経路が日本の方に変わったというのです。その時は本当に驚きました。どう考えたかというと、道会長先生は台風の運転手さんのようだと。タクシーの運転手さんに、ここを右折して止めてくださいと、ここでなくてもうちょっと行って、もう一回右折して止めてくださいと言うと、そのまましてくれるでしょ。このように先生に要請すれば、祈ってくださるたびに自動車のハンドルを切るように、台風の経路が変わってしまうから、本当に道会長先生は台風の運転手さんみたいと思いました。後で台風が通過してから
移動経路を検索してみましたが、本当に朝鮮半島に直進していた台風が完全に90度曲がって迂回したのです。台風はほぼ90度近く方向を変え、台風が夏の一番忙しい時に来ると短くても3日間、長ければ1週間ぐらい運行できませんが、先生が祈ってくださって台風が退けば会社がはるかに利益を出せます。台風が日本の方に迂回して私たちには益になりましたが、日本が被害を受けたらいけないでしょう。でも道海中先生が祈ってくださって経路が日本の方に変わるとき、その台風がさっと弱まったのです。それでやはり父なる神様が道海中先生の行う神の力を確かなものとしてくださったんだと、昨日ですから金曜日に予測がこのように出ましたが、私が祈った後100キロも移動したのです。東の方に、ここは日本を通っていくのですが、日本の方はそれじゃ日本が被害を受けるのではないでしょうかと言うかもしれません。しかし父なる神様は抗議にあって被害を受けるようになさいません。それで勢力を弱めて被害を受けないようにして通過するようになさいました。運航業者の間では日本海が世界の海の中で最も荒いと言われています。道海中先生が祈ってくだされば波が静まるのが本当にイエス様が命じられて、ガリラヤ湖の波が風が止んで大波になったように海が静まり台風が経路を変えます。このように目に見える神の力なくしては信じられない世代になりましたね。終わりの時、多くの異常気象や自然災害が続いていますが、道海中先生が行う神の力が多くの人の目に見える時、その人たちが信じるようになって救いに導かれるだろうとさらに確信するようになりました。それならこのように祝福される秘訣は何でしょうか。私は重症アトピーで日常生活すらできない人でした。何の希望もなく、いつも自殺でもしてこの苦しみから抜け出たいと思うだけでしたが、先生の祈りを受けて癒されてこのように働いているから、私の方からはいつもこれを通して牧者に喜ばれて力になれたらと思っています。道海中先生が抱いておられる空間の中で、これは先生の企業で私は代わりに道具になって働いているだけだという心構えで仕事をしています。私が事業を始めた直後は、先生に祈りを受ける機会があれば必ず事業をやり遂げる知恵を与えてくださいと祈ってくださいました。事業をしながら感じたのは、時には困難なことがあったり事件にあったりすると、首の後ろ筋がこわばって頭がぼーっとする時もありました。お年寄りがなぜショックを受けると倒れるのかも分かりました。ところがひざまずいて祈ると、父なる神様がそれをどう解決すべきなのか知恵をくださいました。その考えをまとめて会社で役員たちとまた弁護士と一緒に打ち合わせをすると、私が考えていたその方法について話せば、あ、そうすればできるでしょうと解決されることが多かったんです。私は知識も経験も足りなくて、特に知恵がある人でもないのに、牧者が祈ってくださった通り、父なる神様が私を強くしてくださるんだと感じました。そして父を見ると、やはり信仰生活を正しくすれば祝福されるんだと思います。父は信仰生活を遅く始めたでしょう。それでも初心の者の時、一度恵みを受けてからは朝5時になるといつも変わらずに1時間ずつ主を呼び求めて祈っているし、ソウルまで来て手術を守ることを7年間一度も欠かしたことがありません。毎日聖句を暗唱して、何よりも霊的なことを優先しながら信仰生活をしているので、今
最近建設業の景気が悪いんです。実は特に政府では福祉予算に集中しているので、私たちのように国が発注する工業工事を主な事業としている会社はとても混乱です。また工事の件数も少なくて利益率が低くなっていますが、大変ですが、うちの社員たちはうちの会社は景気と関係ありませんと言っています。いつも父が政府を暗示して伝道しているから、それを見た役員たちはうちの会長が教会に通ってからは会社が安らかで順調だ、こんなに外では大変だと大騒ぎなのに私たちは平安だと言っています。そうしながら父なる神様が良い工事を受注するようにしてくださり、私たちの会社は思いもよらなかった領域に進出して、その会社の分野を広げています。父と会社について話し合うと、前だったら問題があるとどうすべきか解決方法についてだけ話していましたが、最近はこう言います。私たちがすべきことをしてから道会長先生の祈りを受けようと、すると祈りを受けて問題が解決されると、とても不思議だ、先生が祈ってくださったのでこのように働かれたんだと一つ一つ感じていくのです。このようにいつもすべてのことを働かせて父なる神様が関わってくださるのが感じられました。牧者がおられなかったら、私のようにかけている人は授業ができません。先生がおられるので平安のうち信仰を持って働いています。私はいつも授業を通して牧者に喜ばれ力になればと思っています。道会長先生が抱いておられるこの空間の中で、道会長先生の企業で私は代わりに道具になって働いているという心で仕事をしています。だから父なる神様がそれをご覧になって、印と不思議で栄光を返す機会をくださったのではないかと思います。私としてはもちろん会社の収益も感謝ですが、私のような人を用いて父なる神様が働かれる道があるということがとても感謝です。私が事業している理由は、道会長先生が行う神の力を確かなものとさせていただけるからもっと幸せです。聖書に主が湖に黙れ沈まれと言われると大うなぎになったとあります。ところがそこはガリラヤ、小さなガリラヤ湖で、ここはものすごく大きい波、海、湖畔とウルルンド独島まで遠いところまですぐ大うなぎになるでしょう。このような見業は最近だけでも本当に多くありました。あちこちにあります。それではなぜこのような神の力を表しておられるのでしょうか。まさに私たちの神様は大いなる栄えある方で、栄光を受けるにふさわしい創造主で、万物の支配者であることを全世界に述べ伝えるためです。それで神様を受け入れて天国と地獄を信じなければならないし、救われるためにはこうしなければならないのです。愛する先生、私のすべての人生を心に抱いてくださり、祝福の道に導いてくださって感謝します。その大きい恵みに必ず報わせていただきたいです。ありがとうございます。愛しています。